ドミトリー・アレクセービチ・コントリンは、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の政治家。1900年5月27日、ロシア帝国ウラジーミル県も主任ので生まれた。アレクサンドロフ貿易学校を卒業して、アルハンゲリスク林業工学学院へと進み、1918年からボリシェビキとなる。アレクサンドロフ郵便、電信局で、 電気技師として働いていたが、1918年から翌1919 19年まで、ウラジーミル県のチェーカーでも活動。同年から1923年まで赤軍に従軍した。ウラジーミル県で1923年から翌1924年まで、ロシアコムソモールアレクサンドロフ軍委員会責任初期、1924年から、 翌1925年までボリシェビキ・ペレスラブリ、ザルスキー軍医組織部長、1925年から翌1926年まで、同軍医責任初期、1926年から翌1927年まで、ブヤズニキ軍医責任初期を歴任。1928年から翌1929年まで、全連邦共産党アルハンゲリスク県威組織部、 副部長及び教官となる。1929年からは、党でアルハンゲリスク軍 C 責任初期、北部地方委組織、流通部副部長及び農村業務部部長でもあった。1930年から翌1931年まで、北部地方委組織、指導部部長、同年から翌1932年1月まで、第3初期、 同月から1937年2月5日まで第二初期、同日から9月まで第一初期、同月から11月5日までアルハンゲリスク周囲第一初期を務める。しかし11月3日に逮捕され、翌1938年2月10日に処刑された。その後、1956年に名誉回復がなされた。ありがとうございます。